僕の作品は基本的にはドローイングアニメーションという技法を使っています。ちょっと描いてはカシャッ、ちょっと描いてはカシャッということをずっと繰り返していくんですけれども、一切の下書きとか計画、そういうものほとんどない状態で、作っていきます。絵自体が何かこう運動を持って、あるいは描くっていう行為に内在しているその線が伸びていく喜びとか驚きとか、そういうもの自体をこう自分の中で、表現しようとした時の一つの、技法、開拓した技法がドローイングアニメーションだったんですね。絵を動かすきっかけのもう一つ重要な仕事っていうのに、自分の中にパフォーマンスがあります。これは実はアニメーションとか映像を作る前に試みていた、前からやっていた仕事です。基本的には例えば音楽をスケッチしてみるとか、あるいは即興的にですね、絵を描くのを皆さんに見ていただくって、そういうことだったんですけれども、今回も5月5日横浜美術館の前の池の周りで、仕事をすると思います。横浜美術館では2006年に公開制作をしています。これは自分にとってものすごく大きな仕事でした。4ヶ月ぐらいだったでしょうか、美術館の一角スペースをアトリエとして使わせていただいて制作をしたんですけれども、海の映画は結果的にですね、相当いろいろな映画祭、あるいは海の壁もそうですけれども、いろんな美術館で展示をされて、とても幸せな作品になりました。ですからこの作品を横浜美術館でもう一度展示する、いろんな海を回ってきましたから、それをもう一度その美術館に戻すっていう、それが今回の大きなコンセプト、作品を皆さんに横浜美術館で見ていただくということの大きな意義だと思っています。展示室の最初、絵巻の部屋って言いますけれども、そのうなさかの絵巻、色の波の絵巻、あるいは絵巻、いろいろなその巻物と絵馬という言葉たくさん使っています。どういうことかというと、絵馬、要するにドローイングアニメーションをずっと描いていく、その描かれていった筆跡の羅列というか、それが伸びていったものが巻物状に残るわけですね。でその残った巻物とそれを記録した生成する映像、それを絵馬として、要するに中空に向かって吊るされるように映像があって、でそれが一つの時間を持っています。でこれは映像なわけですね。それに対して、長く伸びてしまった絵画としての巻物、この対比っていう、そういう展示になっています。でそして続いて音楽っていうことを主題にした作品で、例えば風雅の技法であったり、近年の実はパフォーマンス系につながっていくんですけれども、一つの音楽をいろいろな形でスケッチしていく試み、パフォーマンスから映像、絵を動かすということに進んでいきます。でその中でもう一度そもそも絵を描く身体、あるいは制作をしている自分自身の身体について考えてみたい。例えばキネクトっていう、赤外線のカメラを使った試みとか、そうですね、自分のそうやって描いた線、手の動き、例えばその手の動きっていうのは、その空間の中にどうやって絵が描けるかとかですね、あるいはかつて自分が通っていたある島に行くまでの道、それをもう一度同じ時間帯走ってみるとかですね、そのような仕事、ちょっと不思議な、自分でもまだこれがどう展開していくかわからない試みもいくつか入っていて、でそれ自体をまとめてみるっていうのは、もう自分も多分初めてのことですから、とても楽しみにしています。最後にその身体が暴れる部屋といったら変ですけれども、身体がいない絵だけが動く部屋としての
まあ、主題が不思議な主題になってますけど、窓っていうことをテーマにした部屋になってます。部屋の中で自分自身は映らない、自分自身は消えて絵だけが動く。これがまさにドローイングアニメーションの仕事なわけですけれども、多分これは自分自身が部屋の中で、絵を描いているっていうその作業自体を、あるいは描かれてしまったその絵自体をある距離から自分自身がもう一度見る心に、そういった作品の背後にですね、僕の体っていうのがせわしくせわしく動いていたんだっていう、そういうことを何かこう見ながら楽しんでいただけるといいなと思ってます。もしかするとタイトルが変わるかもしれませんけれども、光の落ちる場所という作品を作りました。でこれは今までの作品、今まで自分が作ってきた作品の中で多分最もシンプルだけれども、なんて言うんでしょうか、今までにない試みをしています。アトリエの中で描かれていくキャンバスの記録なんですけれども、そのキャンバスがどういうわけだか宙に浮いている状態、斜めになった地面に突き刺さろうとしているその途中みたいな不思議な場所に、キャンバスを置いて、約1ヶ月ぐらいでしょうか、制作をしたものです。その光を受け止めたキャンバスが逆にその光をこう青い絵の具でどん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 こう吸収するようにとどめて、最終的に反転して、内側から光を放つみたいな、そういうイメージになったと思います。